おはようございます。頑張って頑張れ頑張ります。で、靴紐を結んでる間に自分でジャケット着る。 OK、 はい、自分を履いて。とりあえずもうジャケットは最悪持ってでもいけるから、ステージの上どうします。靴紐をやって緩めて、こうして、こうして、こうして、大阪、大阪でやって。うわ、なんか楽しみだな。はい、やってみよう。せーの、よーい、スタート。はい、キューです。もう俺のじゃなかった、もう俺のじゃなかった、お母さんのやつか。ありがとうございます。いや、今日この5人でこの曲でなんか本当にもうかっこいいなと思ってもらえるように頑張りたいですし、やっぱり今回今まで CD エビデンスがずっと続いてきたんですけど、今回まあ新しい、今までとは違った新しい表題曲というかなってるので、今までのバトルボーイズの概念を全部覆すような、バトルボーイズってこんなことできるんだとか、バトルボーイズって研究生グループだけどかっこいいみたいな、なんか思ってもらえるように今までずっと練習してきてるので、その成果を思い出したいなと思います。今までめっちゃ激しいハードスケジュールなレッスン、フォース選抜の新曲なのレッスンとかいろいろしてきて、やっと今日発表で、しかも発表の時に幕張メッセとかいうめっちゃでかいステージに立たせてもらえるってことはなかなかないと思うんで、まあ、そのありがたみをかみしめて、しっかり5人で最高のパフォーマンスで爆発してぶつけていきたいと思いますので、皆さん見ててください。やっぱりこの選ばれてから選抜が発表されてから、まあ、ちょっと期間がある中で、まあ、やっぱ短い期間だったので、その短い期間たくさん練習してやっと今日に立つんで、先輩の皆さんのパフォーマンスでやっぱり研究生っていう、そのやっぱりその別物で考えてもらうとやっぱ嫌で、やっぱり研究生なんだってやっぱ思ってほしくて、だから先輩の皆さんに負けないようなパフォーマンスをしたいなと思います。もう皆さんを沸かしたいと思います。頑張ります。今日はネクストゾーン初披露なので、気合を入れて頑張ろうと思います。皆さんをね、あっと言わせるようなパフォーマンスにするので、応援よろしくお願いします。いや、でも夏休みもうレッスンめっちゃ重ねて、みんなで合わせまくったので、いや、幕張メッセめちゃくちゃでかいんですけど、なんかオープニングアクトなので、もう後に先輩方が続くので、それになんか僕たちが活気づけていければなって思うんですけど、まあでも夏休み頑張った成果を生かしてエビライ頑張りたいと思います。ゆめきヤマトです。本日からこの5人でバトルボーイズフォース選抜として活動していきます。木田直江です。皆さん応援よろしくお願いします。皆さん応援よろしくお願いします。やばいっすね。いや、もうなんか実感が湧かないです。なんかエビライのオープニングアクトに立ってることがもう実感が湧かないですね。そうですね、みんな出たくても出れないステージだと思うんで、その他のメンバーの分もしっかりとステージ立ってみんなに大阪を知ってもらいたいと思います。この靴はとても靴紐が湧かないですね。頑張ろうね。頑張ろう。フォーメーション。はい、フォーメーションでお願いします。はい、お願いします。5、6、7、8
2人がその3人がもしかしたら勢いがあるかもしれないから先にステージに立ってるからその勢いに負けないようにもう機械の時点で結構体を動かしておいて、はい、うん、上げといて5人のテンションがしっかり揃えるようにステージに立ってる、はい、頑張ろう。この3人は上がってて上がりすぎちゃってる、時間ないかもしれないけど、とりあえず5人でしっかり出る前に来ます、はい、はい、昨日は一時側の全国、僕は初ステージなんですけど絶対にいろんな人にしてもらって成功しましょう。それでよろしくお願いします。いよいよでございます。次のステージに行けるように頑張りたいと思います。今までイベントの中でも結構大事なパフォーマンスの舞台になっていると思うのでいっぱい背負うものが自分にあるなと思います。なのでみんなの福岡の、まあ、5人もそうですし、みんなの思いをしっかり乗せてこの幕張で爆発したいと思います。頑張ります。おーおーおーの出るの間違えずに受けたのね、はい、受けたのね、はい、でさっきもあの2人にも言ったんだけど終わったら服を着たらスイッチを入れて冷静に行って集中して、はい、あの最後のレッスンでやったパフォーマンスを思い出してください。靴も違うし思い出せないし、はい、いつも以上に上げる止める、それから一人一人のソロをもう気持ち悪いって言われるぐらいでいいので、はい、だからもうちょっとやりすぎかな、ちょっと気持ち悪い、ちょっと気持ち悪い何って言われるぐらいやった方が記憶に残った方がいいから、初めて見せるから、はい、絶対に。だからとりあえず歌い出しのソロと A と B はしっかりしつこく、あとは踊りはもう一曲終わったら別にメイクが落ちても筋肉痛でも私は関係ないのでとりあえずそれをやってください。で、大阪が、終わって出る時にはそこまでは、みんなで入れるようにはするので、もうちょっと黙って集中みたいなこの時間が欲しいので、さっきバーチャルやしてもらってダメ出しはしてもらってると思いますけど、ここ、はい、ここで決まると思ってほしいので、その後のここからカッターとか、それから感想ね、はい、それでとりあえず飲む食べ物を飲んで、はい、それから準備をしましょう。とりあえずもうあと5分で4時なので、はい、はい、お願いします。最初足開いて2回目が足バラ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 に見えながら一つ残らず集めてるなら探し続けてる物語のその先へ Are you ready? 絶対下の構えだよね。ボートルじゃ全く言ってないけど。
VR をお楽しみいただけるコーナーもございます。この機会にぜひお楽しみ。Thank you.
やばい、今終わった直前なんですけど、最高最高。めっちゃ楽しかったです。まあ、いやなんか本当にレッスンしてきた甲斐があったなっていうのと、お客さんのおかげで僕たちもなんか楽しんでいこうと思ってたので、皆さんが楽しんでくれたのが一番良かったです。汗が、でも本当になんかもうファンのみんなが登場の VTR だったんですけど、その時にすごく喜んでいただいて、なんかもう本当に入る前から本当に楽しみで、もう早くみんなにお披露目したいって思いと、今まで本当夏休みもう毎日のように練習してきたので、そのまあ揃ったりとか、あの揃うことを中心にレッスンしたので、その揃ってる姿だったりとかをみんなに見せつけられたのかなと思います。本当に最高のスタートが切れました。ありがとうございました。今思ったんですけど、最高でした。なんかもう覚えてないです。風景は今まで見たことなくて、1回前ワンオクロックさんのライブに行ったんですけど、それと同じ風景が見えました。覚えてないです。じゃあこれからリリーで来てください。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？ですね、あのミュージックビデオみたいに流れたじゃないですか。あれが本当にかっこよくて、まずそこでもまず湧きましたね。ネクストゾーンなんですけど、初公開ということで、自分なりに全力を出せたと思うので、よかったと思います。なんかちょっと辛いところもあったんですけど、やっぱりみんながいたおかげで乗り切ることができました。で、ありがとうございます。いや、やっぱり僕が今まで憧れてきた先輩たちと、さくちゃんも言ったんですけど、僕が今まで憧れてた先輩のと同じステージで歌えるっていうのが、本当になんかもう夢なんじゃないかなって思うぐらいなんですけど、ほんまにそれがもう成功したんじゃないかな。もう今日は成功したってもう自分に言い聞かせて、もう最高な時間です。今本当に今日は来たろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちがバトルボーイズフォース全国選抜メンバーです。キラ・ナワです。よろしくお願いします。サク太郎です。よろしくお願いします。ユミキ・ヤマトです。よろしくお願いします。笹原春馬です。よろしくお願いします。小原光平です。よろしくお願いします。はい、本日からこの5人が、バトルボーイズフォース全国選抜として活動させていただくことになりました。皆様、応援よろしくお願いします。ありがとうございました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 。